嬉しい。あ、なんかしぼんでくるの。かわいい。さっきのね、忍たまのカフェでは、力士がいなかったので、ちょっとね、このプリントのラテで力士を楽しみたいなと思います。はい、推し。いただきます。美味しいです、すごい。今日はさ、忍たまランド2人の忍たまの森福に福の段っていうねイベントの方に行ってきたんですけど、今回6年生と5年生と1年生のランキングシーンの3人がキャラクターとしてねいたんですけど、本当に6年生と5年生の好きなキャラが絞れなくて、私だからもうどのね出ても嬉しい状態だったんですけど、いつか絞りたいんですけど、もうなんかね、みんなさキャラクターが良すぎて絞れないんですよね。それが本当最近の悩みです。で、まあ、5年生は、まあ、その中でも平助が好きかなっていうふうに思ったり、6年生はもうみんな好き。正直なんかこの子とこの子の組み合わせが好きっていうのもあったりもするし、その子単体でも一番可愛いっていうのもあるから、6年生は6年生として好きですね、本当にね。忍たまの5、6年生の好きなキャラ一つとか一人に絞るのが難しい。でもすごい、別にどれにとっても嬉しい状態だから、もう一生フィーバー状態って感じで開封しました。すごい、力地のプリントアウトさっきまでされてたんですけど、もうなくなっちゃいました。美味しいです。カフェラテにしました。ちょうどその忍たまのカフェの隣で、その自分の好きな映像を送ってプリントアウトしてここに絵を載せてくれるっていうのはやってて、ちょうどそこで撮りました。で、夜ご飯にさっき今カレーも食べて最高です。